はい、はい、イールマン深海魚をお届けしました。イールマンは伊豆出身なんだよね。いや出身はまたね違うと思った。うん、確かでもなんか伊豆とのつながりが太いですよね。あの先月かけたストックとも、はいはい、あのアルバムで一緒にやってたりするんで、はい、いい曲でしたね。はいはいはい。ということでまた続き、はい、行っちゃいますか。突撃生電話3件目行ってみて、突撃生電話そういうコーナー作ろうかね。そうですね、うん、あ音が鳴ってるかな。次かかってくるのはあなたかもしれません。あ、もしもし。もしもし、りんたろーです。はいはい、はい、どうも。どうも、はい、明けましておめでとうございます。あーですね、すみません、おめでとうございます。山崎さん、今あの8時だよ音楽道場の生放送中でして、はいはい、あの突撃生電話のコーナーということで、え、あの去年お世話になった方にあのお礼と、はい、新年の挨拶を込めて生電話をさせていただいております。はいはい今あのだから今生放送中です。生放送中で声が流れております。突然ですね、はい。いろいろあの昨年はありがとうございました。ご協力。ありがとうございます。あのまた今年もお願いすることがあると思いますので、はい、その時はよろしくお願いします。お願いします。そうですね。スケート盛り上げるように、はい、はい、協力したいと思います。それでですね、今日今夜のメッセージテーマがですね、はい、今年の目標なんですね。はいはい、山崎さん個人の目標でもいいですし、ブースさんの目標でもあったらちょっとお聞きしたいなと、うん、あんまり大きなことは言えないんですけど、はい、まあでも今アクションスポーツのサーフィン、スケートボードね、これから、ね、はい、2020年オリンピックに向かってまだ先にはなるんですけど、はい、やっぱりそれがこう、皆さん知名度ね、上げて、はい、本当にこう、受け入れられるこう、スポーツの一つとなるようにですね、はい、お店とともにですね、こう、はい、そういったジャンルを盛り上げていきたいなとは思っていますね。ぜひ、協力させていただきますので、いろいろとこちらからも、はい、その際はぜひよろしくお願いいたします。わかりました。すいません、突撃生電話で。あ、いえ、本当だ。また、お店にも遊び行きますんで。あ、はい、ぜひお願いします。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、すいません。はい、どうもです。はい。ということで、ブースの山崎さん、店長山崎さんに生電話ですね。生電話いいですね。生電話、今、聞こえて、鈴木くんどうですか？大丈夫でした？あ、バッチリということで。さっきちょっと音量がちっちゃかったので、今ちょっと改良していただきました。さて、続けていっちゃいましょう。アニマルズさん。アニマルズさんはスケートショップですか？三島の南口のスケートショップですね。アニマルズさん。山口さん。行きましょう。さあ、みんな出ますね。まあ、携帯にかけさせてもらってるからね、今ね。大体出るね。さあ、お店じゃないんだよね、携帯なんだよね。山口さん、さあどうかな、繋がんない、音出てこないね、出てこないね。え、かかってます。もうスイッチを変えちゃったら電源来てないんじゃない。来て乗ってます。あ、来てる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 。あ、来ました、来ました、来ました。あ、すいません。はい、出るかな。あ、もしもし、あ、もしもし、もしもし、りんたろーです。こんばんは。あ、こんばんは。明けましておめでとうございます。遅くなりましたけども、おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。山口さん、今ですね、はいはい、8時台音楽道場の生放送中の突撃生電話のコーナーでして、はい、はいはい、今現在の喋ってる声が流れております。マジっすか。はい。去年お世話になった方に、はい、お礼と新年の挨拶を兼ねて電話させてもらっているところなんですけども、はい、はい、いろいろ去年はご協力ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に嬉しいです。協力していただいて、はい、こちらも嬉しいです。いえいえ、また今年も何か、はい、仕掛けていこうと思ってますので、ぜひ、まあ、その際は声かけさせてもらいますので、はい、させてください。よろしくお願いします。はい、で、今夜のメッセージテーマがですね、
今年の目標がメッセージテーマでして、はい、アニマルズさんなんか今年の目標があったらちょっと聞かせていただきたいなと思って。あ、本当ですか。はい、まあ一人でも多くスケーターを増やしたいです、ね。ああ、すごい。そうですね。すごいいいですね。そうですね。いいですね。あの、どうですか、はい、あの最近あのアニマルズさんでよくで売れてるものというか人気のあるものって言うとどんなものですか。子供がね多くなってきたので、はい、じゃあ三島のアニマルズさんのお客さんたちはどの辺でスケートするとこありますかね。まあそれがなかなかなくて、あ、そうですね、探しながらやってる感じですね。でも子供が増えてるっていうの嬉しいですね。そうですね、すごく嬉しいですね。子供いいですね。そうかそうか。ちょっとまたじゃあ三島のスケーターにも僕らも会う機会が増えるかもしれないので、はいはい、うん、その時はまたなんか面白いことがで一緒にできたらと思ってますので、またよろしくお願いします。はい、はい、すいません、突撃生電話ありがとうございました。はい、すいません、すいません、またお願いします。ありがとうございます。どうも、失礼します。すごいアニマルさん、すごいあれですね、うんうん、目標立ててたんです ね、すぐ出てきました ね、 すごい。立ててる人は立てるってなんだね、やっぱ。うん、鶴さん立ててたからね。ジョニーなんかないの、髪の毛緑にするとかないの、なんかそういう目標ないの。それはそうですね、ない。あの ないんだ。普通にあのただ単純に、うん、去年よりもこの去年以上に楽しい年にしようかなっていう、うん、それはいいね。どういう風に、ごめんね、めちゃくちゃ深く細かく聞いちゃうけど、どういう風にどういう風にどういうことで楽しいと思う。まあ、去年以上に、まあ、スケボーもそうですし。はい、メッセージが届いてるみたいなので、えーと、鶴さんから鶴さんから私がしていただきたいと思います。ラジオネーム、北のちんちんどころ。はい、ありがとうございます。こんばんは。今年は大河ドラマで西郷さんをやっていることもあり、あ、セゴドン、セゴドンか、セゴドン、セゴドンやっていることもあり、各地にある銅像に注目してみたいと思っています。へー、面白い。へー、これちょっとなんだこれ、ん、意識しないと風景として、意識しないと風景として捉えてしまいがちな私ですが、今年は足を止めてみてみたいと思っています。またそういう土地にも行ってみたいです。へー、うん、モニュメントセゴドン、銅像か、 NHK 大河ドラマか、うん、セゴドンやってる、始まった。なんかね、視聴率めちゃくちゃ悪かったみたいだね。あ、そうなんだそうなんだ、そう、まあ実際俺は見てない。そう、CM とかなんか特番で知ってるけど、うんうんうん、実際見なかったね、やっぱり。まあ、銅像か、銅像とかってあんまりね注目しないもんね。そういう、ただあるなんかこう、胸から上の銅像とかもあるじゃないですか、よく、うんうんうん、全身の銅像ってこの辺、あ、でもあそこにありますね、あの江川丹南のやつが、うんうんうん、あ、でもちょっと小学校とかにもあるんで、あ、ありました ねあれなんか誰かの、あれは偉い人の銅でしたっけ。あ、建物の創立者とか、うん、ありましたね、そういう感じでね、かなりリスペクトされてるね。銅像建ててもらうってすごいっすね。うん、自分の銅像いかがでしょう、ジャニー君。欲しいです。あっ欲しいです。自分の銅像は建ててもらうもんだもんね、自分の銅像じゃないもんね。そうですね、うん、そのためにはね、髪の毛緑にして、まあ、偉大になるしかないよね髪の毛緑にしてるニューヨーク制覇ニューヨーク制覇テッカルカの100キロ上げてムキムキにしてわざってます。あ、じゃあ銅像巡りをいっぱいしたいってことですね。そうだね、なんかいい銅像、気に入った銅像とかあったらまたメッセージもらいたいですね。あの、メッセージテーマ関係なくどこ行ってきたんだよっていう、うん、よろしくお願いします。お願いします。で、あれですか、あの MC の凛太郎くんはあのあるんですか、今年の目標は。今年の目標はですね、音楽作ってみたくて、うんうん、そうです。前から言ってたもんね、うん、なんかある、あ、
DJ 遊びみたいなことももちろん楽しいんですけど、今までも楽しくやってきたんだけど、なんか本当に音楽を作ったらどうなるんだろうと思って、自分の作る音楽はどんなもんなのかいいねっていうのをやってみたいですね。できたらぜひ流しましょう。流しましょう。いいですね。そうなんです。なんかあります？今年はインフルエンザにならないこと。毎年クリアしてそう守ることだね。そこはね、防衛。3月ぐらいまでがあれなのかな、ブームなのかな。3月後半まであれじゃない、結構ブームなのかな。あれじゃない、あれじゃない、はい、ちょっと全然曲かけられてないな。いきましょうか。あと2曲は絶対かけたいんですよ、うん、まだ3曲しかかけてないですもん、うん、電話ばっかりしちゃって電話、ね、お話が最近お話の方が楽しいでしょ。ちょっと電話やめられないですね。またやりたいですね、うん、またましょう。また来月もちょっとなんかレギュラー化する効果する突撃生電話はい、ということで、はい、4曲目いきたいと思います。はい、4曲目アルグリーン1972年の曲ベル、お願いします。ナイスです。